はい話題できチャンネル話題で,ですまああの人が死ぬっていうのは結構センセーショナルなことですし悲しいことですよねだからまあコロナ騒ぎだって結局日本でコロナって怖い病気だなとみんなが思い自粛をみんなしなきゃやばいって思った一番のきっかけって僕のイメージだとやっぱ志村けんさんだと思うんですよね。 あれ見て、うわ、やばい、この病気、結構怖いよって思われたんじゃないかと思うんですよ。だから、まあ、そういう意味では、人が1000人死のうが、5000人死のうがより、1人の有名人が亡くなる方が、インパクトが大きいっていうのが、まあ、この国の特色と思うんですけども、まあ、その中で、まあ、中本浩二さん、我々の世代では、 まあドリフターズっていうのはもうヒーローでですね毎週その土曜か日曜か忘れちゃったけど夜になると8時台は全員集合というのを見るというのがもう日本の子ど少なくとも子供世代にとってみたらもう全員に近いぐらいのまあ人気番組で,で中本さんっていうのは実はその体育学部を出てんのか体育のクラブだったのか知らないけどスポーツがめちゃくちゃできるわけですよね。 だからドリフターズの動きの中で断トツにそういうスポーティーな動きをされる人だったんですねおそらくそ,のそういう意味では敏床性も優れてるからまあもう80過ぎてるわけですけどこう例えば、まあ、今回の事故も僕が読む限りだとその横断禁止の道をくるくると車を縫って、まあ、渡る。 ったらここがだからやっぱ高齢者の事故なんだなって印象を受けたのは一つはだから多分2年前とかさ5年前だったら当たり前にできたことが80過ぎるとそれができなくなってもう車来てもひょいっと避けりゃいいやみたいな感じ。 だった感覚が鈍ったからねねられちゃったとということですよ、ね、僕が初めてニュース見た時はその渋滞ってことだったんだけどその後、まあ一日もしないうちに亡くなっちゃったということなんですけどこれでもう一つ大きな問題は高齢者って若い人と違って同じ事故にあっても死ぬ確率とかさ、ね、血が止まらなくなっちゃう確率とかさそういうのが高い。 っていうことなんですねで実際今交通事故で亡くなる方とい確か2,600人ぐらいまで減ったわけですけど、えー、そのうち65歳以上の人がなんと57とか58%約6割っていうことでやっぱり高齢者って実は交通弱者以外の何者でもなくてその子供が交通事故で亡くなると大ニュースになるけど。 高齢者がいい。くくらたささ、さん引かれれててもさ全然話題にされないだって普通に考えた時に、まあ、高齢者が自交通事故死者の6割ってことは高齢者が亡くなってるっていうのは、まあ、年間1,500件1日4件ぐらい起こってるはずですから毎日ニュースになってもいいわけですけどニュースになるのは中本工事さんクラスの、まあ、有名人だけっていうことですよね。 だから、その意味で、やっぱり、高齢者が交通弱者だということに関して、もっと考えてほしいと。なぜそういうことを言うかというと、高齢者が逆に事故で人をはねたり、まあ、それで相手が死んじゃったとかって言ったら、それはニュースになるんですよ。特に子供を引いちゃったりするとね。で、高齢者の運転は危ないから免許を取り上げようって話になるわけですけど、もちろん、 その高齢者に関してじゃあ事故の割合が多いかっていった時に現実問題としては昔よりもだんだん減ってきてるのは事実だしそれから高齢者の、まあ、死亡事故の特色としては実はやっぱ高齢者って事故を起こした時に死にやすいから高齢者の死亡事故が多くなるって側面もあって高齢者の死亡事故の約4割つまり自分が運転してて死ぬ場合の約4割は。 いわゆる自爆と言っててて物にぶつかっっ死ぬっていうことなんですね他の世代の人たちっていうのは実は自爆で死ぬ人って2割もいないわけですからやっぱり物にぶつかったところで若い人だったらそうそう死なないのに高齢者だったら死んじゃうっていうことがあるから高齢者の死亡事故が数字上多く見えるとで逆に高齢者の場合その例えば飛び出してきた子どもがまあ あのを臨床に避けるみたいな能力は落ちているわけでそうした時にある意味その運転があんまりうまくないってことなんだけどところそういうタイプの事故ってそんなに多くないんですよねそれでどちらかというと高齢者の方が人を跳ねてないつまり高齢者が起こした死亡事故のうち、えー、実はあの人を跳ねるっていうのはわずか18% 他の世代だと4割ぐらいってことで少なくとも人をはねる交通事故に関しては75歳以上最も危険とされる75歳以上だって他の世代と全く違いないと,ところが高齢者が事故を起こすとそれが大ニュースになると高齢者が人にはね殺されたところで、えー、まあ中本浩二さんクラスでない限りはニュースにならないと前から言ってるように高齢者がそこで免許返納をしてしまうと6年後の 要介護率が2.2倍にも増えてしまううとということですよねだからまあ約10%ぐらい要介護になる確率が上がっちゃうわけですから、まあ、事故を起こす確率は低いのに返納した時に要介護になる確率高いわけですからこれでよくテレビっていうのはまあ高齢者に免許返納を進めるなと私には思えてしまいまいで現実に要介護の高齢者がそんだけ増えちゃうと何兆という単位の介護費用がかかるわけですから。うん それをじゃあ賠償する気があるのかっていうふうに私には思えますよねもう一つ大きな問題として高齢者がじゃあ免許を返納して歩行者になった途端にはるかに運転しているよりも自分が死んじゃう確率が高いってことですね交通事故を起こして人が死ぬのの2割しか高齢者はいないわけです全然その他の年代と変わらないのに免許を取り上げようとするわけですけどところが 跳ねられる確率だけ取ってみると、高齢者はまだ人口の3割ぐらい、3割いってないのに、跳ねられる人は6割なわけですよ。跳ねられて殺死んじゃう人がね。ということは、要するに高齢者っていうのは一般の人たちよりもずっと危ないのに、つまり高齢者から免許を取り上げて歩行者に追いやるっていうことは、本当は命まで奪われる確率が高くなるっていうことですよね。だからその意味で、 ちょっと今回の事故で知ってほしいのはまあもちろん高齢者の人にも気をつけてほしい若い頃と違ってちょっともう無理になってきてるからやめましょうねとかさあるいはその有名な映画監督の若松浩二さんも黄色信号でまだ大丈夫だよと言って渡って赤に変わっちゃって死んじゃったらしいですけど、まあ、そういうのはもうやめようよともうあんた年考えないよというのは言ってもいいかもしれないけど。 それ以上に高齢者っていうのは交通弱者であってその運転免許を取り上げてそれを交通弱者に追いやるっていうのはいかがなものかなというふうに感じさせられた事故でした。和、えー、和田田樹樹チャンネル和田秀樹です